Thank you.
Like your little games, don't
出会う古い友達の新しい
表情。一つの小さな予言があるといい。明日を信じて。テレビの画面に現れる雲の渦巻き。曇りのち晴れ。天気予報のつつましい口調。一つの小さな願いがあるといい。明日をもって夜の間に支度する心のときめき。もう耳に聞く風のささやき。川のせせらぎ。一つの小さな夢があるといい。明日のために暗闇から湧いてくる未知の力が私たちをまばゆい朝へと開いてくれる。だが明日は明日のままだわ。いつまでも一つの幻。明日は今日になってこそ生きることができる。一つの確かな今日があるといい。明日に向かって歩き慣れた細道が地平へと続き、この今日のうちにすでに明日は潜んでいる。また朝が来て僕は生きていた。夜の間の夢をすっかり忘れて僕は見た。柿の木の裸の枝が風に揺れ、首輪のない犬が日だまりに寝そべってるの。100年前僕はここにいなかった。100年後僕はここにいないだろう。当たり前なところのようでいて、地上はきっと思いがけない場所なんだ。いつだったか地球の中で僕は小さな小さな卵だった。それから小さな小さな魚になって、それから小さな小さな鳥になって、それからやっと僕は人間になった。10ヶ月を何千億年もかかって生きて、そんなことも僕ら復習しなきゃ。今まで予習ばっかりしてきたから。ケンタ、一滴の水の透き通った冷たさが僕に人間とは何かを教える。魚たちと鳥たちと、そして僕を殺すかもしれぬ獣とすら、その水を分かち合いたい。はい、準備運動として太極拳では第8段認識の中から第1段認識、第2段認識を行いたいと思います。それでご一緒に皆様も、ね、動いてみません、ね、ちょっと体を動かすだけでも違いますね。はい、では第1段認識、スワンショー当店リーサンジャオ。これは両手を上に上げることによって胃腸が縦に伸びます。胃腸を両方にする効果があります。はい、では開部、前で手を組みます。吸いながら肩の下に混ぜる。吐きながら手のひら下にして、みぞおちあたりまで。吸いながら手のひら自分の方、顔の前で外側にして、目線は水平です。吐きながら白本を長く意識して吐きましょう。
もう一度お願いいたします。吸いながら吐きながら、吸いながら吐きながら、はい、足を元に戻します。第2段にし増用介護恩師シャウティラ、これは左と右に弓を射る体勢を取りますので胸が開きます。心臓肺の機能を高める効果があります。では牙立ちになりましょう。はい、肩幅からもう一歩、はい、皆様も座ったままでやりましょう。はい、一つ呼吸を入れます。吸いながら吐きながら、吸いながら拳立て、左手 V サイン、左の方へ吐きながら、吸いながら正面、ここまでチョキできます。グーにして吐きながら下でパーにします。吸いながら拳立て、右手 V サイン、右の方へ吐きながら、吸いながら正面、吐きながら、ゆっくり足を伸ばし、肩幅まで足を戻して呼吸を整えましょう。戻します。はい、第1段意識、第2段意識を。Yeah.